問題、じゃじゃん。藤村くんの見た目が変わりました。どこが変わったかわかるかな。答えがわかったらコメントしてね。正解者は喜んでいいよ。正解は明後日発表。正解者はこちら。おめでとう。なんかいいことあるよ。はい、どうもマモチです。よろしくお願いします。復活ネフやっていきましょう。現在の成績がこんな感じですね。42盗塁、まあ、40盗塁は達成しましたね。で、まあ、ホームランも40本はもう いってるんで、あと4割キープで、今日で20勝しちゃいましょう。そうすればなんか落ち着くでしょう。気持ちも難易度変わらず、今日もね変わらず取っていきます。さあ頑張ろう。負けないぜ。なんか今日はね何の根拠もないけどね、いける気がする。そういえば俺が読めなかったね、神社ね、厳島神社っていうみたいですよ。聞いたことすらない。よしやってっか。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。バッター北九州のスラッガー森巻。第4球を投げた、ボール、これはわずかに外れています。平行カウント、ジェイ。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。大平君でしょこれ。先頭バッターピッチャー藤村、初球はストライク。1球目ストライクから投げた、スプリットはボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、ボール、インコース高め、カウントはツーボールワンストライク。大平君いるのかい。大平君だ、京介君。第4球を投げました、打ちました、レフトへの打球、レフト下がった、バッターランナーに蹴パス蹴って二塁へ、ダイレクトで当たった、藤村ツーベースヒットを放ちました。ドラゴン、さあ点取ろうや。チャンスを迎えます。バッターは5番マウチ、第1球カーブは頑張れ、まずは低め、第2球投げました、打った、センターへのフライだ、取りました、ランナー3塁へスタートを切った、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球頑張れ、投げました、初球決まってストライク、投球これから2球目、インハイ、スライダーは外れてボール、カウントはワンボール。いや決めたいな、20勝したいな。ダイレクトフェンスに当たった、全然いけたじゃねえか。全然いけたじゃねえか。スワローズ大展開で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁というインコース引っ張った、ヒットになります。ボールは中継、星野、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。第3球はインロー際どい球、ボール、わずかに外れました、カウントは打ちました、ガードナー下がっていった、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第4球を投げました、アウト、よし、空振り三振、最後はキレのある変化、ドラゴンズこのやられたぜ。ドラゴンズリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で藤村、通算255本塁打まであと6本としています。投げました、打った、ファール。第3球を投げた、インコース高め、外れてボール、カウントワンボールツーストライク、打ちました、1、2塁間、やった、ボールは中継、藤村ナイスバッター。いいよ、ドラゴンズリードで迎える5回です。先ほどもうダッシュしましょう。藤村初球空振り、1球目空振りから投げた、打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、宮田ホームランね。今日なんか調子いいだろう。ドラゴンズリードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で藤村、あーっとキャッチャー取れない、若月今拾った、2塁送る、もうちょっと、もうちょっと藤村君なんか表情作ったりとかしてほしかったな。怖いな、ああいう時なんかすっげえ真顔でいられるの。第3球を投げた、これはいい当たりだ、いったー、ナバッチ一直線、入った入った、ホームラン。そういえばね、あれ買いましたよ、MLB17。 ツーアウト
たランナー一塁という場面で藤村、まだやってないけどね、ヒットが出ればサイクルヒット達成となります。投げたボール、これは完全なボール球、またちょっと落ち着いたらやります。投げました。今ね忙しいってわけじゃないんですけど、ちょっとボールは中継、堀三塁です、とやれないかな状況的には。スワローズ、なんとしても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー1塁という場面でツバメのスイッチヒッター越野、今日はここまで3打数1安打、打ちました、ヒットエンドラン、ヒット、あらま、ボールは中継、越野いいバッティングを見せました。第4球を投げました、ボール、もう一球落とす、カウントは2ボール、いや空振り三振、藤村見事な感動勝利です。ドラゴンズ快勝しました。どうもー、やりましたよ。とりあえず20勝達成ということで、そうだね、明日あたりなんかささやきでもしますか。今は自分の称号が何か分かってないんだけど、打撃職人らしいわそれは打撃職人だな、言われてるわ。なんか買える称号、何どうやって買えなきゃ、マイデータだっけ。打撃職人いいな、気に入ってんだよな。じゃあ怪物にするか。学校行こう、びっくりマークついてる、さらえ誰か。なんだろう、なんか今日やたらと藤村くんの顔が怖く見えるな。よし、今日もしこのまま調子いい状態キープできたらほぼほぼ4割確定じゃないかな、残りの試合数的にも。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ、調子が悪いと言ってもスワローズの先発は左の動画の中で全打席打てないとかってのはないじゃない。4割はキープできそうな気するけどね。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは藤村、通算255本塁打まであと4本としています。初球ストライクから投げました、打った、痛烈な当たり、うまい、アウト、これでバッター試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは藤村、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球打ち引っ張った、いやMLB 買ってさ、あともう一個迷ってんのが燃えろプロ野球を買うかどうか迷ってんだよね今わかんないけど、この前見た時になんかセール中でなんか500円ぐらいで買えたのさ。もともとが700いくらかな、ちょっと迷ってんだよね。第3球を投げました、低めボール球を打った、ピッチャー返し、バット取れない、藤村ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは5番ガードナー、今日はセカンドゴロとレフトフライ、盗塁成功、いやドラゴンズ重要な任せとけ、なんとかものにしたい。第9、危ない球、第2球、ネバッチ、すごい飛んだね。ライトスタンドへ吸い込まれていった、チェンジアップを完璧に、ドラゴンズ2点差に届かずに。
打撃の調子はいい。何？何もらった？スローイングスパイク。いいのかい？そんないいものもらって。早速装備したいね。なんだって？お、ありがとう。登録だっけ。相変わらずどこでやるのかあんま把握しねえもんな。まあやっぱりこれかな。ダッシュスパイク EX がいいかな。本当確率で走力の経験値プラスされてるのかね。すげえ気になるとこだけど。え、どうなの実際経験値の、走力の部分がどこだ。下の方かな。走塁か。あ、走塁がプラスされるわけじゃないもんね。走力が上がるだけか。まあいいや、このままいくわ。あ、月間出たってことはもう9月入ったのか。ラスト1ヶ月ですね、レギュラーシーズン。もう試合も少ないでしょう。ここで稼いでもう4割決めちゃいたい、固めちゃいたい。お待たせいたしました。名古屋ドーム。バッターは藤村。通算255本塁打まであと3本としています。投げました。初球を打った。これは平凡なレフトフライ取って、これで3アウトチェンジ。よし、ドラゴンズ勝ち越しのチャンスです。任せて。一塁二塁という場面で藤村、通算255本塁打まであと3本としています。大きな声援が届いています。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、打ちました。堂林バックしていった、取りました。うまい。これで2アウト。ドラゴンズリードで迎える。1本は打ちたいね。藤村、通算255本塁打まであと3本としています。今日はレフトフライとサードフライ。投げた、インコース、チェンジアップ外れてボール。カウントワンボールワンストライク。ボール、カウントはツーボールワンストライク。投げた、4球目空振り。第5球投げた、あっと空振り。まずい。ちょっと待てよ。ヒット1本打つぞ。8回の裏、これからホームラン打とうや。攻撃に入ります。この回のトップバッターは藤村、通算255本塁打まであと3本としています。高めボールが回った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはあります。ドラゴンズ追う展開で迎える10回です。バッター藤村、通算255本塁打まであと3本としています。投げました、スライダー空振り。絶対スライダー来るから。第3球それを狙うから。投げました、そしてシュート打っちゃう。あ、いいんじゃないの。ショートから1塁。オッケー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 。さあ走ろう。初安打になります。バッターは5番ガードナー。今日2打点を挙げています。タッチはアウト。どんまい。いいよ藤村君、気にすることないよ。そういえばビールかけはまだかな。お、マジック1ですって。休養したいな。休養しよっか。決めちゃいましょう。ここでね、ホームで優勝しよう。勝ちましょう。
やっぱこう優勝を決める一打を打ちたいよね、ここまで来たら。そこは望むかな。任せとけい。先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で初球からよし。ショート右の当たり。これが勝利打点になってくれればいいけど。まずは1点先制。1対0。バッターは5番ガードナー。第9球投げました。打ちました。初球打ち。ライト前進。右中間へのフライ取りました。これで3アウト。ドラゴンズリードで迎える4回です。先ほどタイムリーを放っている藤村、シーズン最多安打まであと9本としています。現在の打率は4割3分。打ちました。ファールボール。追い込んで投げました。打ちました。ファースト真正面。一塁送球車内有原取ってよ。同点で迎えるホームランだな。ホームランしかねえな。ランナーなしという場面で藤村、シーズン最多安打まであと9本としています。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げた。決まった。ストライク。追い込んでから第4球をボール。内角高め。大きく狙うべ。カウント2ボール。よっしゃい。いったー。一直線ナバッチ入ったホームラン。第8任せとけ。締めの一発打ってやる。のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で藤村初球を打ちました。取りました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。試合やりました。お、藤村が走ってる。セリーグの覇者となりました。気持ち悪い笑顔でしたね。気持ち悪かったですね。にっこりしながら走ってきて。中日ドラゴンズ。いや、藤村君前掛け似合ってるよ。そにっこりしてる。ついにリーグ優勝にたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事ペナントレースを制したドラゴンズ。藤村君いいポジション取ってんでしょう。戦いを見せてくれました。セリーグを制したドラゴンズ、数々の素晴らしい面白いこと言えよ。チームを勝利。シビルかけだ。奥以外ない横に。それが寂しい。いやー楽しそうじゃないの。コーチを見つけた。攻撃だ。上機嫌。どうします、谷繁さんにも言っちゃいますか。引退させろこの野郎。多分あれだね、今目に染みたのは藤村引退かと。そこでなんかこう来ちゃったんじゃないかな。何言ってんだか。んいいよ藤村くん。はいはいはい。もういいのかい。真ん中のグラブ手に入れたよ。これ装備しましょうか。どんな性能か知らないけど装備する。コントロール10なんだよ。今中のグラブ。自分で言うのもなんだけど、なかなか汚い声を出したかなと。よし本屋さん行こうか。あ、CM 出れるんじゃないの。はーい。なんもないもんね。面白いとこね。よ
あと2試合かい。なんかあれですね、こう試合が並んでないからスキップの時間が多いですね。今ふと思ったんだけどさ、俺ずっと野球してるよね。俺というか藤村くん、あまり遊んでないというか、やっぱり二刀流忙しいんだね。東京ドーム2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは藤村、シーズン最多安打まであと8本としています。あと8本か。投げた、2球目ストライク。まあちょっとこの動画中で行くのは難しそうだから明日かな。投げた、打ちました、レフト落下点に入りました、掴みました、これでワンアウト。任せとけ。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁3塁という。打った、これは強烈、いったー、ラッチ、ドラゴンズリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打ちました、痛烈、いった、入った、入った、ホームラン、任せとけ。ジャイアンツここは中間守備を取りました。投げた、初球を打った、ショート右へのライナー、うまい、これで2アウト。今打ったらめっちゃかっこよかったよね。任せとけ。押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で藤村、今日5打点を挙げています。第2球、投げた、ボール、バッターよく見ました、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。次が4球目、投げました、ストライク、タイミング合いません。追い込んで投げました、打った、ファール。そのフォークはきついな。第6球を投げました、完全に外れた、ボール、ボールカウント3ボール2ストライク。投げました、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、ここは守備に阻まれました。3アウトチェンジ、ドラゴンズ見事。どうも、さて本日あと1試合、おさすがだ、リリースの経験値上がったよ。チャンスはお任せだ。6打点を1試合に上げる。あ、これはなんかいけそうな。何デイリースワッカー1試合に3本、はい、どっちが面白いかな。1試合3本挑戦してみよっか。今で2本だったから。今日試合ラストですね。よし、ちょっとねこの試合に関してはミート打ち一切しない。何があっても強振で1試合3本狙っていきましょう。2回の表2点を追いかけますドラゴンズの攻撃。トップバッターは藤村、シーズン最多安打まであと6本としています。第2球、投げた、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、惜しい、ボールはセカンドへ、藤村ツーベース。バッターは5番ガードナー、頑張れ。第9、投げた、打った、これは強烈、伸びていった、ガードナー、いいバッティングを。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは藤村、シーズン最多安打まであと5本としています。やべ、どうしよう、全然打てる気しねえな。なんか投げた、ストライク。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、センター掴みました。これ普通に打てねえ普通に打てねえ。ワンアウトランナー一塁という場面で初球から打ってった、ファウルグラウンド、キャッチしています。いや、1本打とう、せめて1本打とうや。バッターは藤村、シーズン最多安打まで俺3本打つからみたいな感じで来てるけどさ、せめて1本打とうや。投げた、打ちました、バットの先っぽ、これはヒットになります。じゃあ盗塁しようや。ナイスバッティングです。
右のバッターボックス3投しよう。ガードナー、まずは1塁先制。ちょっと田口君、見事な感動勝利です。ありがとう田口君ありがとう。今のは良かった、いい映画撮れた気がするわ。何、奥井が送ってきたんじゃないの。奥井がいないと寂しいな。やっぱなんかこう奥井あってのマイライフ的なところはあるよね。あ、ちょっと待って、これねスタミナ消費したくないから平常心。オムライス食べたいかな。ボタン連打かい。皆さんはオムライスをね家で食べるときにやっぱケチャップで名前書きますか。俺書く書いてもらいたいよね。やっぱねオムライスにはね名前をねピッて書いてもらってねいいよね結局ねスプーンの裏でグリッて塗りつぶしてしまうんですけども、やっぱね名前は書きたい。あと旗とか刺さってるとなお嬉しい。コメント読んでいきましょう。前々回が問題ですと言ったやつなんで、老けたんだとかね、老けちゃだって老けたんじゃないのって結構いるな。少し太った、ブスになったってあるぞ眉毛が1ミリ上がった。目とかもあったかなチームが変わったってのかわかんねえ。理想のパパさんとは、真面目にかい。子供を捨てない人じゃない、それだけでいいんじゃないかな真面目あるか。結構来てたね、行く厳島神社ですよっての来てましたね。マイライフやめたら何するんですか。まだわかんないけども MLB を18時の枠に持ってくるかな、ちょっとわかんないですけどね。ただやってないからわかんないけど、俺がやってみて面白くないと感じたとき、またパワープロをやってんじゃないかな。ちょっとあれわかんないけどね、やってないからね。まあ、楽しみかな。画質っていうか画像？え？グラフィックか。すごい綺麗だからね。それはなんか、楽しみかな。全然知らんからな、メジャーがな。どっか生放送でやりたいっていうのもあるかな。俺どのチームに
誰がいるとかも全然知らないから、その日本人選手がね。ダルビッシュ選手がテキサスレンジャーズ、レンジャースだっけとかはなんか知ってる、合ってるそれも自信ないぐらいだからな。よし、とりあえず終わりますか。もう9月入りましたね。残りちょっと、なんとか4割キープしましょう。そんじゃ、終わります。バイバイ。